今回はですね、DLC3 でガシャ回してみたいと思います。アップデートされてからガシャ中身多分変わってると思うんだよね。まずはメダルガシャ行ってみましょう。本日のピックアップはメデューサに、タイトロンに道連れくんね。10回。合計280枚あるから、メダルガシャ、180連ぐらいやってみる ?80 連。とりあえず80連かな。ゴールドで、なんかレア確定ってこんなんだよね、確かね。大型アップデート3弾になってから、いろんな妖怪とか追加されてるよね。妖怪っていうか、マゼラギガースもそうだし。あと、花子さんの色違いも出てるんだけどね。ゴールドまだなし。どうだったっけ?あ、一番最初出てきたのもしかして漆黒マンの武器かな、あれで。かっこいいやつ。チェック!バサラブレーザン漆黒丸専用のやつ。かっこいいね。レベル377とかそんなんか。多分なんかその、稲妻11のキャラの服とかもね、出てきそうな気もするんだけど、ゴールド2個、しかも光ってるということは結構いいかもしれない。エイリアンとかも入手。あれは、エイリアンのやつか。このゴールドのやつが、レジェンダリーってことな。ブラックデーモンとか、ブロッケンクロックのレジェンダリーとか。なるほど。多分ね、まだ持ってないやつとかもちょいちょい出てくると思うんだよな。で、ゴールドが出なかったら、どんどんその、レジェンダリー確率、出現率がどんどんアップしていくってやつね。クロニもゲット!すご。クロニさんレベルは377。まあまあ強いね。レア妖怪でもレベル低かったらなあ、あんまり使えないしな。ランダムに時間が経ったら2位のタイミングで、妖怪出てくるんだよね。セットしておけばね。敵キャラのメテオゴンとかも、ドーベルとかも登場。武器だったら結構こうレベル高いやつ欲しいよね。ゴールド!レジェンダリーのやつは果たして一体何なのか。メダルガシャがやっぱいいな。いろんな音量とか妖怪とか出てくるしね。あ、漆黒丸のやつ。なんかパンチのやつは、なんだろう、見たことないかもしんない。これがバサラブレザーのやつで、レベル384ぼちぼち。これが、ああ、そういうことか。アーソーカー君のグランズオートネコスカドライブ。残り20円いっとこう。よろずガシャとかかな。なんでもありのガシャ。この白色のカプセルが普通の多分ノーマルだよね。星1個だけだし。そして薄見沢先生も登場。かっこいい剣があるけど、あれは DS エンシャントじゃないわ。DS なんかのやつかな。DS ゾディアックのブリザードソード。だからつまり、エルゼメキアちゃんのエルゼちゃんのソードっていうことだよね。エルゼちゃんのソードを受け継ぐことにより DS ゾディアックに変身みたいな。ゴールドレジェンド1個確定。コマンド系もあるのは結構いっぱいあるね。アイテムメダルもいっぱいあるけど。ワイルドアクトレベル381。まあまあだね。はい。続きまして、よろずガシャ行ってみよう。装備ガシャってどんなんだったかな。今日の注目のピックアップが、バーニングジューシー、鍋とか、ドレス、スマホケース。なるほどね。レジェンダリー確率今 6%。行ってみよう。最初からゴールド、光り輝くゴールド、レジェンダリー。アイテム系が多いのかな、やっぱり。必殺技もあるけど、あれはさ、スナックワールドのやつじゃない。スナックワールドのマヨネのやつだよね。服装だよね、これね。マヨネの魔法使いコーデ。これに変身することができるんやない?後でちょっと着替えてみたいよね。デニムのペンケースとかもある。経験値ボール入手できるのは良い。よろずガシャ他にもいろんな衣装出てくるから、どうだろうね。スナックワールドとのコラボっていうか、レベル5のコンテンツの服装、あ、ブルポンも、ブルームーンかな?じゃあブルポンか。出てきたけど。レベル5のコンテンツの衣装はね、ちょいちょい今回追加されてるんだよね。稲妻11とかもだし、ミノクにもだしね。すべて色カプセル。
マスクとかも、ヘルメットとかも、防具系、装備系も結構ドロップするね。なんでもありだわる。なんでもありのよろずガシャ、すごい。レジェンダリー確率 7%。マゼラギガースとかさすがにドロップシーンかな。マゼラギガースを倒さんと入手できないのかな。なんかレジェンド妖怪のブシニャンとか出てきてもええかなと思うけど。ダメか。さあどうすか。色カプセルね。あの左上のやつは、でね、あ、バグロバーとかも出てきたけど、湿っぽいんだとかかな、ちゃうわ。カワハギ犬。目立ちたがりな、なんかメディアギガースとかの回に出てきたやつだよなぁ。の色違いだよね。湿っぽいな、ちゃうかって。何やったっけな、名前が忘れちゃったけど。レジェンダリーの金のカプセル行こう。持ってないやつかな。ゴロミちゃんとかも出てきてるけど。ボーリングボール。かっこいいソードが一個あったんだけど。これはアースオーカーノア君のやつね。聖剣ノア。レベル376。かっこいい。サードスカー。大型アップデート。3段だからね。ボリューミーなアップデートだから。ガシャも結構いろいろ変わってると思ってるんだけど、なんか変わった本出てきたね。あと、薄水先生にチップと。なんだろう、あれ。解決、英単語帳ディラックス。なんじゃそれ、状態異常の効果時間 5% アップ。なんか見たことないのとかも結構追加されてるなぁ。サードスカ。レジェンダリー1個。ボス妖怪とかも登場。食べ物か。なんかビーフストロガンフじゃないわ。なんかカレーっぽいやつ。ステーキかな。ラム肉みたいなやつ出てきたけど。子羊のグリエ。うまそう。HP 結構回復できるやつだ。いいね。よろずガシャ。残り20連いってきましょう。色カプセルだけ。剣豪ベニマルの武器っぽいな。左上のやつはね。マントとかも。ああれすごい。食眼ベロン。こんなんもあるんだね。HP 回復系のやつかな。でもちょっとしか回復しなさそうって感じか。なんかさ、後頭部編。アニメ妖怪学園 Y のさ、後頭部編に出てきた、イニシエヒーローとかの武器とかドロップしたら面白いけどね。DS エンシャントのソードとかさ、なんかマジンヒーローのアシュラギリファーの武器とかもあったら面白いけど、ヒーローがそもそも出てきてないからドロップしないかな。続きまして、違うやつやっとこう。装備ガシャとか。装備ガシャは50連かな。装備だから武器とか。今回なんかヒーローに変身せずにバトルするミッションも結構追加されてるから、怨念ミッション系追加されてるからね。良さそうな武器欲しいけど、ラグビーボールとかハリセンとか傘か。どういう武器がええかな？ドッジボールとか、なんか離れて攻撃できる武器とかも、まあいいんだけど、レアリティの高いものがやっぱ欲しいよな。猫の手とか、サッカーボール。食眼なのかな？最後から2番目のやつ。マハエル。食眼マハエル。なんじゃそりゃ。よっしゃー。装備ガシャ。あ、レジェンダリーね。レアな装備は入手なるのか。凍った豆腐っぽいやつとか、ラグビーボールとか、フラスコとか。まあまあだね。バーバリアンタックル。レジェンダリーで、レベル384。まあまあいいね。ラスト20連、装備ガシャ。で、最後に残ってるガシャも回しとこうか、50連ね。あれあり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 。フラスコとかか。はぁ。フラスコは、これ何？凍てついたフラスコ。敵の足場を固めるやつだよね。昔ほどなんか威力、良くないんだけどね。威力半減したような感じはするけど。結構ボス妖怪の動きをさ、止めたりできたんだけど、昔は。最近は普通にボス動くし、みたいな。お！レジェンダリー時間を焦らして、馬のなんか被り物登場。何これ？
トーマくん、月並みトーマくんのやつ、何これ、ウマヅラヘッド、学園ジョブの獲得経験値 5% アップ、へえ、装備、頭防具、これかぶってたら学園ジョブの経験値が上がるってことね。そして素材会社行っておきましょう。焼却炉バーリングとか、この辺もなんか新しいやつゲットできるかもしれない。ラスト50連ゴールド1個。素材会社だからクラフトで使えそうなやつだよね。人参とか、なんかレジェンダリーのやつが焼却炉バーリングか。クラフトでまたなんか新しいの作れるようになったんかな。妖怪ヒーローの武器とかどうなんだろうな。なんか怨念ミッションクリアしたらなんか珍しいものドロップしそうなんだけど、剣の輝き、キラキラ星様、残り30連。やっぱりよろずガシャが結構面白いかな。よろずガシャ面白かったかな。大体見たことありそうな素材が多いかな。このキラキラ星さんも今まであったかな。あんま見たことないかもしれないね。残り20連。おー、なるほど。素材ガシャはあんまりなのかな。ラスト10連、こちら、よろずガシャで締めておきましょうか。よろずガシャはどんなのが入ってるかマジわかんないよね。稲妻イレブンの服とかも欲しいずらー。ゴールド、これは期待高まるぞ。敵の、敵キャラのメダルに、レジェンダリー。なんか美味しそうな。すごい、エルゼミキアのメダルドロップとかあんの。嘘、めちゃくちゃ可愛いんだけど。めっちゃ可愛いエルゼミキアちゃん召喚できんだ。嬉しい。太陽のエルゼミキア、エピック。バトル中に一定確率で召喚。ラブリン、エルゼハーツで敵を投げ払うだって。HP が常に108アップ。すごい、可愛い。確かゾディアライアしか持ってなかったんかな。エルゼミキア初かもしれない。で、ムニエルとかもゲットね。レジェンダリー。面白。マヨネの、そういえば服ゲットしたから、ちょっと着せ替えだけ最後しとくか。これ、マヨネの格好、ジンペイ君もできるっていう。やりー。かわいい。意外と似合ってる。ふぶきちゃんがマヨネの格好をするとどうなる？あ、めっちゃ可愛いね。めっちゃ似合ってるね。はい、ちゅうことで、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。